当社は医療機器装置の開発、製造、販売、サービスを行っております。例えば CT から超音波装置などさまざまな医療機器を扱っております。その中で私たちの部署はマニュアルの印刷・製本を担当しております。医療機器のマニュアルというのは非常に数が多く、2万種以上の小ロット多品種のマニュアルを印刷から製本までしております。今まではマニュアルの印刷製本はすべて外注業者に任せていました。そんな中、現場からもっと安く、もっと早くできないかという要望が上がってきました。外注している時点ではコスト面やスピード面の要望を受けることができませんでした。そこで内製化を決断し、フローシステムを見直すことを考えました。結果、カラーストリーム6700を軸にして自動化システムを構築することとなりました。導入する際、印刷に関しての知識を持っているのはスタッフの中で私しかいませんでした。しかしキャノン PPS の担当者のサポートによって簡単に、またスムーズに導入することができました。印刷機に触ったことがない新人でも簡単に操作ができ、とても助かっています。多品種のオーダーを効率よく処理するために、ワークフローシステムと印刷機、製本機がシームレスに連携し、印刷から製本までの自動化を実現できる点がこのシステムの強みだと感じております。人員面では、外注していた時は8時間15人体制と聞いておりましたが、今では7人体制で稼働できるようになりました。また外注していた時は毎容器を使用していました。現在輪転機になり、約10倍のスピードで印刷することができるようになりました。そこで内製化を決断し、フローシステムを見直すことを考えました。結果、カラーストリーム6700を軸にして自動化システムを構築することとなりました。